そのなんか小難しいことを言うようですけど、もうこのまま始めちゃっていいですか。あ、もう始まってる。小難しいこと言うようですけど、うん、なんかもう昔からこのなんか哲学者みたいなのって、うん、その話すじゃないですか、あいつら。哲学者なんかあのそのおしゃべりだって話、ギリシャとかってなんかそのあすいません、あなんかこうなんか みんなでこうなんかこう話し合って、でこうやってこう話し合ってこうそれぞれのこうなんかこう哲学とか思想を深めていくみたいなものってあると思ってて、うん、で、まあ、自分は結構なんかそのあんまこう一人の時にこうなんかいつもこう書物をこう読んでとか、うん、そんなストイックではないんで、まあ、いろんなことやってるんですけど、最近はでしょ。でもいやでも、うん、ストイックな時間、ストイックにならざるを得ない時間はそうなんですけど、一人の時は結構集中力ないんで、例えばその本を読む、ラップをする、友達と遊ぶとかっていうのがあったら、まあなんかこう仕事の移動時間で本読んで、で家で風呂入ってる時にラップしてとかっていうような感じで分散させてるんですよね。で何かこう一つに打ち込む時間ってなかなかやっぱりどうしてもこう ないんで、でそれをこう例えばこう話せる人と、例えばそれが30分であっても話すと、案外結構深いとこ行けるっていう、なんかこう一冊の本を読むよりも、深いとこ行ける、だからなんか深いとこ行けるっていうか扉開くって感じですかね、もう一個扉開くみたいな感じは、僕ありがたいなと思って、あここに、いや僕は急に、いや用意さ、急に僕は用意さ紹介してますよ。いやいや、はい、僕もあのなんかその、あんま深い意味はないんですよ。その例えばその人の人間性とか、その人は友達としてとか、特に深い意味はなくて、まあ用意さんと話してると、やっぱちょっと扉開くんで、それやっぱり面白いですよね。なんか急になんか おだて始めるみたいな。俺苦手だからさ、いやなんかおだて この角度だ。いろんな人がいるけど、はい、一定の信頼を、はい。得てる人だと思うんだよね、たくみくんって。俺らからもそうだし、はいはい、で それってなんか多分、はい、ああでもそこ行くと面白いか、その話、はい、どうなんですか、ストイックな印象あると思うんだ。あでも僕言われますけどね、全然そんなことないですけど、ね、で、はい、俺も結構怖がられたりするから、はいはいはい、あると思うんだけど、はい、打ち込んでる瞬間ってさ、はい、そのなんていうの、すげえ本読んだんだろうなとか、はい、マキショってさ山道を本読んだのかなとかさ、はい、でそういう世界じゃないじゃん、はいはいはい、これすげえ、これすげえっていくら燃えたかっていう話だったりするじゃん。そこの話、はい、だよね、はい、だからさっき言ったその何、哲学者の集まり、はいはい、いきなり面白い話だけど、はいはい、哲学者の集まりはそれを積んできた人たちの話だから実りがあるわけで、あでも確かにその通り、交渉でも何でもないわけで、はい、そうですね、はい、だからそういうのはあるし、やっぱ増やしていきたいよね、はい、正直物足んないと思うこともあるじゃん、なんか、はい、で普段だからだ、うん、まあそこはその感化し合ってやっていけるってのはなんだ、ハッピーでラッキーだよね。ハッピーな方がいいんですよ、やっぱりどうしても、うん、なんかあの、うん、ちょっとこの前そんな話したんですけど、うん、ちょっとあの喧嘩して帰ってきた後輩がいまして、喧嘩しちゃいましたと、うん、で別にもうしょうがないじゃんと、で話聞いたらしょうがないですよ、先にこう手出されて、うん、手出しました、うん、あ本当の喧嘩、もう本当に喧嘩です、うん、はい、でホップっぽいな、でなんかいやもう全然しょうがないよと、うん、でまあそういうこうでしょうがないっていうような話をして、いやでもとりあえずやられたらやり返す、これは当たり前だけど、うん、とりあえず忘れちゃいけないのは、うん、こう俺らっていうのはやっぱり普通に仕事をしてっていう生き方を行くわけじゃないですか、うん、なんかもう俺は誰にも負けねえよみたいな、どんなやつ来ても引かねえぜみたいな生き方はもうできないわけで、嘘、はい、いやできないですよ、だってもうそんなもう怖い人たちいっぱいいますから、あ上にはもう怖い人たちいっぱいいますから、でだからもうなんかもうどんなやつが来てもいいよ、もう殺されても構わないよみたいな、あそう喧嘩道で、まあ、そういう喧嘩道でもう修羅の道は行かない、行か俺たちは行かないでしょって聞くわけですよ、行くのと、お前はその修羅を行くのかと、修羅道な、いいよ俺は殺されてもいいよ殺してやれよって行くのか、いや行きません、行かないでしょ、俺も無理ですよそんな道はと、だったらできるだけ優しく、できるだけ怒らず、できるだけハッピーでいた方が、こっちの道は行きやすいし、で可能性も広がっていくから、まあ喧嘩するのはしょうがないけど、ハッピーな方がいいよっていうような話はしたんですよ、で、ここで一つ僕はちょっとそこで生まれて、やっぱこう、せっかくのこの会話っていうのは、やっぱ全てこの創作にこうつながっていかなきゃやっぱあの意味がないと思う、全く意味がない、そんなハッピーなこう
こう日々を送っていくと当然やっぱりこう仕事もまあ人との関係もうまくいきますし、うん、うまくいくんですけど、ただ、うんうん、僕のこの創作の一つのこのなんかエネルギーっていうのがこの闇だったり怒りだったりするんですけど、うんうんそれね、ハッピーであると、うんそこのこうなんですかこうエッジが抜けていくような感じがあるというか、うん、でそこ別にぶっちゃけそんなに悩んではないんですよ。やっぱラッパーなんでその時の気持ちをやっぱラップするというのがもうラップのあるべき姿じゃないですか。その時思ってる感覚、うんうん、それを使ってやっぱやるっていうのはもうなんでそんな悩んでるってわけじゃないんですけど、うん、ハッピーなんだけど、うん、なんかそのこのエッジが抜けていくんじゃないかっていうなんかやっぱ年取っていくっていうんですかね、そこはなんかそこをなんかこうちょっとこう考えてる自分がいまして、分かりやすく言って、はいはい、現実の事実関係は分からないけど、はい、今の話は聞いてたら抜けてる、はいはい、抜けてると思う。実際あのいやその喧嘩道の、はい、喧嘩道の先にある修羅道は、はい、もうマジ本当勘弁してくださいみたいな、はい、リアルアウトレイジみたいな話じゃ、はいはい、ないじゃん、はい、そんな、はい、それは別に願わない、はい、だけど音楽の話だよね、はい、創作の話だよね、はいはいはい、まあ、立派に修羅道だから、はい、だからなるほど、はいはい、なるほど、そこで考えたら、はいはいはい、なるほど、うん、より音楽に対して修羅になってけってことですよね。なってけとは言わないよ。いやでもあのその、うん、ちょうど昨日ぐらい僕そのヒップホップの先輩と話してて、うん、でそのヒップホップの先輩は、うん、まあ、あるクルーにいまして、でそのクルーがだんだんこうちょっと名前をつけてきて、うん、当然そのお金も使えるようになってきて、うん、でその、まあ、さっきちょうど多分歩きながら話したとも思うんですけど、その PV とか、うん、そういうのもやっぱちょっとこう派手になっていくと、でそこはまあ本来だったら目指してたとこなのに、うん、実際それが形になった時にその人は、うん、いや俺らがやってたヒップホップこんなんじゃねえっしょって思ったらしいんですよ、うんうん、で僕はやっぱなんかそのなんですか、それを聞いた時になんですか、そのどんどんその音楽成功してあの幸せになってってハッピーになっていくっていうのはこれすげえ大事だと思うんですけど、あの無駄なもんがどんどんついていく、うん、ついていくじゃないですか、うん、どんどん、うん、でそのついていった時に当然いろんな人とのつながりも増えていって、でその人とのなんか、いやこの人すごいいい人だしとか、うん、お世話になってるしとかってなってくのあるとは思うんですけど、まあ、洋平さん僕に多分よく言うと思うんですけど、うん、切った方がいいっていうのは当然あると思うんですけど、切った方がいいとは言ってないよ。いやその俺は切ってるっていう、あの考えた方がいいとかっていうような言い方ですかね、うん、なんか自分の中では自分の中でいや自分は洋平さんはいやもう道選んだ方がいいよみたいな、あ言ったかもしれない、いや僕はよく言われるんですよ、うん、で俺その通りだなと思うんですけど、で自分の中ではいやでもまだちょっとそれはできない、そんなこと言ってんな俺は、いやでもそれはでも本当にその先輩とかもその話聞いてて、その、うん、特にまあ僕はやっぱヒップホップやってるからヒップホップはっていう言い方をしてしまうんですけど、うん、やっぱりそのあのもう生きるためにこの10人しかいないみたいなもってなってくると、もうそれトライブだから、うん、かっこいいんですけど、うん、やっぱりその10人でこういるやつよりも2人だけでやってるやつの方がやっぱりかっこよかったりするし、そこをあえて言ってるとこっていうのは一つの修羅だと思うんですよ、うん、でその音楽に対して修羅になるっていうところは、その僕もその別に大してそんなに有名になってるわけではないですけど、まあ、でもただライブでお金もらえるようにはなってきてるってことは、まあ、僕は一つ そのプロフェッショナルに近づいてってるっていうところで、うん、今後どんどんやっぱそれはお金もらえるようになっていかなきゃいけないし、有名になっていかなきゃいけないんですけど、うん、より修羅になっていかなきゃいけないなっていうのは最近すごい感じるなっていう、なんかなろうと思ってなるもんじゃないとは思うよ、はい、まあそうですね、だけどそれ確かにそうですね、はい、だけどそうなる、結局10人じゃあその、はい、で自分たちのその何か、はい、何かだよね、はい、を守っていこうと思ったら、はい、やっぱり一人一人の力が必要になるじゃん、はい、だからまたその個々組織っていうか集団だった時点で弱いとこからやっぱり水が入ってくるじゃん、はい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 、だから一個一個がもう、まあ、ちょっとベタな話になっちゃうけどね、でもそのいわゆるハッピー像と違うものはあるよね、確かにハッピーだし俺も全然ハッピーだけど、でも思い描いたハッピーと違う種類のハッピーだっていうのはよくある話かもしれないけど、はいはい、あって、で多分たくみ君に俺が道選んだ方がいいよって偉そうに言ったのよく覚えてるんだけど、はい、その二重生活みたいになるじゃん、はい、
音楽や、まあ、創作っていう言葉が武雄君だとしか言っても、はいはい、まあ、創作的なものと日常的なもののバランスを取りながらだと見えないバランスがある、はいはい、そこの話だったかもしれない、はい、どの道もおすすめはしないけど、はい、でも多分自分たちが知ってる先輩が選んだものは見えるよね、はい、そこの話かもしれない、うん、全然責任持てない。なんですかね、その活動が、まあ、今コロナでこうなっちゃって、うん、僕なんかやっぱ基本的にもうちょっとそれをそのスタンススタイルをちょっとキープしようと思ってる自分もいるんですけど、うん、ヒップホップはライブだと思ってるんですよ僕は、うん、その宣伝にしてもそうだし、もう全てライブだと思ってるんですよ、うん、で収入にしても、 もうヒップホップの仕事っつったらライブみたいな、うん、でヒップホップの宣伝っつったらライブみたいなっていうライブっていうふうに思ってて、なるほどね、はい、僕はちょっとそういうふうに、なんで逆になんでなんですかね、分かんないですね、なんか、うん、なんかあのでしょみたいな感じですね、なんか、うん、あのいやヒップホップってそれでしょみたいな、でそれがなんでなのかっていうのは分かんないですけど、ただ僕はもう常にヒップホップは感動したのも、うん、友達が増えたのも現場でっていうか全て現場でなんで、やっぱりクラブがないヒップホップはちょっとヒップホップっていうかヒップホップミュージックみたいな感じしちゃってる部分、はい、あるんですよ、なんかいやヒップホップはっていうなんかそのクラブでみんなと会ってみたいな、なんか何お前その服かっこいいね、何やったのとか、ね、で DJ が何 DJ この新曲とかっていう、なんかそういうなんか総合的な情報も含めて、こう情報とか交流とか、うん、そういったものを含めてその全てがクラブの中で行われてて、うん、育まれていくものがヒップホップだって僕は思ってて、なるほどね、はい、だとしたら今の状況結構きついね、そうなんですよ、で、うん、きつくて、でだからその、うん、あのでもやっぱりそのライブだっていう感覚っていうのは絶対すごく自分は大事だと思ってるっていうか、だからそのお金を得た時とかにそのどん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 やっぱこれから先その道に迷っていく人たちで、それは成功するのは当然いいことなんですけど、当然いいことだし、その先にまた新たな形があるから、 何が正解とは言えないんですけど、うん、まあ、やっぱりそのいろんな人たちがいる数ある中のうちの一人としては、うん、やっぱり自分のスタイルっていうところにおいては、うん、まあ、そっちで行きたいですよね、やっぱりそのストイックで修羅で修羅で行きたいですよね、いや修羅、はい、ってなんでかっこいいんだろう、いやなんか嫌じゃん、どう考えても、いやでも人によってなんかその、うん、あの例えば何だろう なんかそのこっちがかっこいいけどこっちがかっこいいって人がいると思うんですけど、多分そういうのを選ぶ人はなんか動物だったら狼が好きとか、なんかそういうなんか、うん、なんていうんですかね、多分なんか甘いのが好きとか辛いのが好きとか、いや違うよ、多分、はい、何かを得てったり道具作んでも何でもそうだと思うけど、はい、突き詰めていったらさ、はい、精密な何かや考察やなんかいろんなものが必要になっていくじゃん、はい、この間シンセとかマイク作ったの、はいはいはい、ノリでガーってやってたんだけどさ、はいはいはい、どうやって作るんですかマイクって、カプセルみたいなの選んで、はい、買って、はいはい、まあ、これっていうのを選んで、はい、であと配線とか、はい、デザインとか、はい、で結局、はい、測ったり、はい、何かを考える羽目になるんだよね、はい、何かを作ろうと思ったら、はい、でそれをさ適当にやってるとさ、はい、合わないわけ、はい、あごめん合わねえみたいな、キー割れちったとか、はい、でそこをさ一個一個詰めていくのがさ必要になってくるじゃん、はい、それ修羅の始まりじゃん、あの突き詰めていくってことですよね、うん、はいはいはい、あの物、はい、楽器材とかはね結構勉強だったんだけどね、うん、1ミリぐらいずれてもいいって感覚で生きてんじゃん、うん、はいはい、そうですね、はい、1ミリずれたら合わねえから、うーん、そこを考えてる、おい1ミリずらすなって話になってくるのが今言った修羅の入り口だよね、だから必然的にその世界に入っていくことになるよね、何しても、そう考えるとその要はその例えば、うん、その1ミリずれちゃうとそれが成立しない場合は1ミリずらしちゃダメじゃないですか、うんうん、でも1ミリずらしても大丈夫なやつだけど1ミリもずらさないっていうのはずれの話ね、その一つの修羅っていうか、そう例えば仕事で、うん、別に5ミリぐらいずれても大丈夫なんですよ、僕の例えば現場の仕事だったら5ミリぐらいずれてもいいんですけど、5ミリぐらいずれても大丈夫なんだけど5ミリもずらさない方がやっぱり綺麗に出来上がるんですよ、うんうんうん、そこ追求していくのって僕一つの修羅というか、あとそういう人しか残んねん、ああなるほど、はいはいはい、音楽はもろそうだと思うし、
サンプリングベースで作ったビートってどうしてもずれるじゃん、はい、あのぴったり合わせればあれだけど、はい、基本的にはそれが自然な形じゃん。じゃあさ、たくみくんのさ、はい、ラップをさ、はい、BPM きっちりに合わせていったらさ、はい、おかしくなるじゃん、はい、なんていうの、聞きやすくなるのかもしれないけどね、もしかしたらね、はい、でも多分ここの線音符、はい、に対して呼吸とかそのピークというか言葉の発音の芯がこうちょっとずれたりするじゃん、はい、絶対に、はい、だからそのそれがさ現実の位置関係じゃん、きっとここの目標地点に対してここに着地した、ここに着地した、はい、ここに入った着地したの繰り返しじゃん多分、はい、信号として捉えた時には、はい、でそこはずれた方がありのままの形だからちょっとオーバーフローっていうかさこの言葉とか声は特にそうだから、はいはい、湧き出るものだから溢れてる箇所っていうのは絶対必要になってくるから、ズレそのものがだからミリ単位で本来ずらしちゃいけないだろうね、はい、完全にミスったってものはずらすと思うけど、うん、うちじゃないけど、ズレもまあそうなるとまああくまでズレっていう言葉を使ってるだけであって、うん、まあ、ズレではない、ズレではない、はい、ズレの場合まあミスになってくる、まあミスだよね、はい、結局さ季節によってさ、はい、日の落ちる時間も違えばさ、はい、その話じゃん、少しスケールでかければ、はい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 、毎日5時に日が落ちなきゃいけないわけじゃないから、うん、だからそこは音楽もろ入るよね、むしろそのやっぱマシンビートってすごい難しいよね、その一定に入っちゃうとしたら、人間が使ってるっていうところは、うん、まあ言葉とかも全部、まあ、そうだと思うんですけど、うん、まあ機械も人間なりえんのか分かんないですけど、まあ、人間が使ってるっていうところで多分その生まれるその要はズレとか、そのズレのを楽しむじゃないですけど、うん、多分そういうところ生まれてくると思うんですけど、うんうん、まあ自然、まあでも自然もそうなのかなだと思うよ、ズレがないと、はい、自然なんかでもそうっすよね、ズレを楽しむってより、そうっすよね、ズレてないと、そうっすよね、その自然じゃない、バランスが均衡が保てないですもんね、うんうん、そうなんですよ、そうなるとその要はそのズレが全く科学的な感じしてくるじゃないですか、でもなんかそのズレないことが、あのなんていうんですかね、そのズレ計算して法則してそこに、うん、みたいな感じですか、なんか、うん、薬品とか製造とか、うん、まあ、機械とかにしても、うん、まあ設計図にしても全部そうだと思うんですけど、うんうん、そういうものの方がやっぱり不自然なんですかね、まあ、でもやっぱでも人間のもの自然か不自然かで言ったら不自然なんだよ、うん、やっぱりだって野菜とかさ作るじゃん、うん、全部が同じ葉っぱが同じ向きで生えてたら、うん、不自然ですよね、不自然ですよね、でその話だと思うんだよね、うん、でただそこに導くためのものはミリ単位の計算が必要で、そこは修羅になる、うん、だから修羅ってハッピー部分が、うん、さっきの話で言うと、うん、ちゃんと同居できる部分っていうのはそこだよね、つまり、でそれがつまり音楽が体験ができるから、結構すごい話してるな、ハッピーなとこないと死んじゃいますよね、そう、ただハッピー部分、はい、修羅のない、はい、緻密なものや考察や考えられたものがない音楽が面白くないのは間違いなくて、うん、積み重ねのない音楽、うん、積み重ね、日々これ音楽でしょ、うん、だから積み重ねのない人のまぐれあたりはあってもやっぱり長く聴けるものではなかったりするじゃん、うん、だからそのハッピーな部分っていうのの想像が、まあ、俺らも0歳から始めるじゃん、はい、人間ってそういうルールじゃん、はい、だから甘いんだよね、最初に描くハッピーなものが甘いんじゃないかなって俺は思ってて、うん、だからそのハッピーなものに関して道進むにつれていろんなものが見えてきて変わってくるから、思いがけない喜びも含めて、うん、だからそれが同居できるっていうところが音楽の一番のドラマチックなところだと思うからね、うん、だからどっちかに傾かない方がいいと思うんだよ、うん、調和、うん、をハッピーとするのも多分ちょっと幼稚だし、うん、修羅を突き詰めるってなると、うん、そんな世界は誰も望まないし、うん、みたいな、ただそこが同居できるからいいよね、まあ、バランスですよね、うん、結局最終的には、うん、見失いがちなんですけどね、うん、結構、うんなそう、はい、だってさ冬はさ夏がいいなと思うし夏は冬がいいと思うじゃん、はい、そうですね、うん、俺はずっと冬がいいんだっていう年もあるかもしんねえけど、はい、分かんねえな、いや、うん、秋がいいっすね、
ずっと秋はいい、はい、でもさここさ 秋とか春やりやすいんだけどさ、はい、結構季節の影響もろだスタジオだから、ね、ああ冬きついですよ、まあ、夏もきついか、うん、でもその方がいいもん取れるんだよ本当に。ああなるほど、はい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 、はい、まあそうっすよね、のんびりできないですもんね、うんうん、すげえ嫌な言い方すると、はい、ぬるいスタジオで快適に撮ったものに負ける気しねえもんね、はい、あぶっちゃけ、うん、あの苦労するの、まあ、大事ですよね何にしても、うん、レコーディングするにしても、うん、苦労しようよっていうタイプではないよ、はい、俺は、はい、だけど若干その結局人間を見るじゃん音楽も、はいはいはい、バランスを取ってる姿もしくはそこの位置から出てきてるものの方がやっぱ真実味あるもんね、はい、うん、そう思うけどな迷いながらっていうのはラッパーは特に僕は人間がすごい出るなと思う全部だよラッパーはラッパーは特にそうでしょ騙しが効かないっていうだけの話で全部そうだと思うけど、はいはい、ただそのラッパーの人間出るののいいところはたとえそいつがダメだろうがいいんですよそれはダメじゃないそう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 ラップをしたことによってもダメじゃなくなってるんですよそれが、うん、なんかそこがなんかその、うん、ヒップホップの寛容性というか、うん、なんかその いいんですよねなんかその世の中だったらいやそんなことを人前で堂々と言ってるのダメだからみたいなことも、うん、ラップになると、うん、まあエンターテインメントとして成立させるというか成立しうるというかしうるよねそのヒップホップの可能性僕はすごい好きなんですよ何言っても OK ってことはないけどないですけど、はい、あくまでないですけどないけど、はい、まああくまで自分のことだったらそれが例えばその自分の家族とかになってくるとまた別ですけど自分の話でそれが自分の話の中で収まることであるそれってさドラマがあるかないかじゃん、はい、要はさ呪いの言葉とかさ、はい、怒りの言葉、はい、を詰め込んだものを聞きたい人なんか世の中にないし、はい、残す価値もないと思うし、はい、それがエンターテインメントに成立するかっていったら俺はそうは思わないの、はい、あのカッコつけの嘘くさい言葉ももちろん同じなんだけど、はいはい、だけどその位置からグッドラックが言えてればドラマチックじゃん、うーんとかそのそうですね、前を向けてれば、うん、確かにそうですね、はい、それはどんな悪い状況からでも前向いてるぜって話でしょ、はいはい、今の話は、はいはい、そうですね本当にそうですねエンターテインメントの話じゃないよね、はい、もうねだからそのドラマだし、はい、やっぱりその積み重ねとか、はい、やっぱなんかさ9回裏から大逆転みたいな感じやん、はい、その話ってまあそうですね、はい、そうですね、はい、それは、はい、そんなものだよね、はいでそれって夢あるじゃんだからそう思う何言ってもけど思わない全然、はいはいはい、たまにあんじゃんいろいろ聞かせてもらってるとさ出くわすじゃん、はいはい、ただの怒りじゃんこれってただ愚痴じゃんとか嘘じゃんとかそういうものは別に許容されないしだから前向きな人がいいんじゃない？まあそうですね確かにそのどんな人だって特にメッセージとしてその要はあのまあそのこの前もちょっとあのある人と話をしてそれを言われたんですけど、うん、その要は例えばじゃあその要はじゃあ、うん、捕まったと、うん、であと犯罪を犯したヤクルトをやった、うん、それを言って、うん、それを言ってるけどそれをやったけど俺今すげえ幸せだぜとか、うん、それをやって今ラップをしてラップがあるから俺生き残ってるぜっていうところがすごい大事なんだよっていうところでそこをもっと伝えられたら、うん、多分もっともっともっと伝わっていくっていうかうん、そうだと思う。なんかそれをそういう、はい、話はしました。幸せになろうっていう、はい、幸せになろうっていう心の動きを見てる人は、はい、だから、うん、それを面白くねえと思う人もいるかもしれないけど、はい、まあちょっと置いといて、はい、それの話だけだよね、うん。で、それがそういう言葉じゃなくてもいいと思うんだよ。うん、こいつ本当は幸せになろうと思ってるだけでいい。まあなんかじゃ。かっこいい言葉で言えてねえけど、はいはいはいうん、でも多分そのなんだ前を向かせてくれるものが好きじゃん人は何であれまあそうっすね、うん、高まるものが好きじゃん、はいはい、ここが難しいところだよねその
深いものイコール高いものではなかったりするんだよね、うん、そういう意味ではね、うん、深く潜るってことが高く登るってことではあるんだけど、うん、芸術世界って多分でも深くの高く登るために深く潜るじゃん。深く潜りたくて深く潜るんじゃないから、やっぱ深く潜ってる人を見ると怖がられたりするじゃん。だからそこはそこだよね。そんなに深く行きたくないみたいな。でも本人たちは高く行こうとして深くの。だからここに対してのその文化的なそのなんていうのかな、キャッチングや相互理解っていうのはまだまだ発展の余地があるし、うん、一定のレベルを超えた音楽家とかアーティストがぶつかる壁でもあるよね。その深く潜ってる、怖いっていう目線も感じるじゃん、うん、やってりゃこうやって、うん、だからまあ順調なんじゃないかなと思うけどね、うんうん、そこに分かりやすく見せるために深く潜ってないように見せたり、うん、キャッチできる限りの、うん、高度、うん、いや深度に作品を調整しておくってこともやっぱり嘘くさいから、うん、そこはまあ平等にというか、ね、考えるとこだよね、うん、当たる壁だよねとは思うけどね。エンタメって言葉がよくねえのかな。いやでもまあその要は結局まああのまあ英語じゃないですか。だから多分まあその高く登るためとか、あとその人と話す時もその喧嘩するためじゃないとか、その最初にそのこれ何ためやってんのっていうところはすごい大事だと思うんですよ。いや高く登るためにその絶望を表現するのはそこの中に希望があって、でその末に希望をつかんだとか、だからそれを表現するために俺は絶望を表現してんだよとか、でその深く潜るのも高く登るためなんだよとかっていうところの目標があれば、それがエンターテインメントであったとしても、そのエンターテインメント、まあ、結局メディアが悪いから、うん、そのエンターテインメントとか もうメディアが使うんで、うん、表現者としてはそのやっぱり目的が定まってるか定まってないかっていう、うん、ところなんですね。受け取り手はもう、うん、受け取り手でもうそこはもうコントロール不能なところなんで、うん、でもいい受け手であった方がより学べる、はい、楽しめる、はい、からね、はい、そこの上限っていうのは上限もう分かんないけど、はい、どうかな。でも安全じゃねえからな、もう道を突き詰めるっていうのは。この世界はもうそのメディアがもう本当にちょっとひどすぎるんで、うん、あのほっといたら受け手は育たないですね、うん、だからもうライブとかでもう現場レベルでもう啓蒙的な活動してって、うん、受け手っていうものの感覚を研ぎ澄ましてってやんないと、で僕は持ってるんですよね。受け手も受け手でいる以上、はい、いるだけじゃさ受け取れねえじゃん、はい、っていう領域じゃんもう、はい、だからなんかそうだね、実際そうなんだよね。なんか物を作るっていうのはさ身を守るじゃん自分の心や何か、はい、だからそれは俺も思う、うん、ミュージシャンじゃない人が幸い来てくれることも多いからさここは、はい、そう思うよね。でも誰か手助けしてあげられないし誰も守ってくれない世界でもあるじゃん、はい、だからある程度足腰強くねえとさ、うん、しんどいだけっていうのも、ね、はい、ある気がするから、やっぱりそのいろんなものを受け取る力とか必然的に広がる知識ってあるじゃん、はい、あれの平均値っていうのは上がってったらいいだろうね、うん、ガードが弱い、はい、少しキャッチーなものや少しラブリーなものにバーンって持ってかれちゃうから、はい、危険なんだよね、はい、そうやってっていう。だからそのメディアのことはちょっと田中君の捉え方と俺の捉え方は分かんないけど、はい、どれくらいの違いがあるのか分かんないけども、はい、同じことだよね。インパクトのあるものにバーンって情報に対して持ってかれちゃうっていうのは、はい、多分いくつかのあその球見たことあるとかさ、はい、あんじゃん、その手には飲んねえよみたいなさ、はい、なんていうかバッターボックスに立ってないと、はい、またいろんな球投げてくんじゃんメディアって、
見たことない球すげえとか見た今の球って俺らも言ってることはいくつかあるだろうし、はいはい、当たり前だと思ってることの中でちょっと待てよって思わなきゃいけないけど覚えてないものもいくつかあるだろうから、うん、そうだね。でもやっぱ音楽家の時代が来ると思うよ、はい、そういう意味では、うん、網の目の間から何かを見てるんだと思うんだけど、はい、高君は、はい、でそうなった時にやっぱり自分の高まりっていうのもが個々必要になってくるから、はい、だから音楽って それじゃん、うん、あ俺もとか思った超シンプルなそれじゃん、うん、だから表現そのものがどうも世の中に伝わってないなとか完全に仕方食らってんなっていうことはあるけどでも高まりが大事だから、うん、それをここ一人一人が持てるといいよね。やっぱここ来てくれるお客さんとかでも多分のこと知ってる人はいるしね、うん、でもやっぱりそういう人は俺もとかあここでベルマさん撮ったんですねとか撮ってる子もいたしね。だからまだまだですけどとかなんかそこの高まりっていうのがやっぱ個々個人レベルに到達しする、うん、うまく言えねえな時代が来るから、うん、そうすると音楽家の進化が試される時代が来てんのかなって感じする。まあなんか、うん、ライブやってると自分はすごい思うんですけど、うん、もうそれやるしかねえなと思うんですね。もうこれ続けるしかないなと思うんですね。まあそれはそうでしょう、はい、なんか乗っけて配信してとか送ってもやっぱあんまりよく分かんないんで、うん、来た人間が家帰った時に開けるように用意はしとくっすけど、うん、しかもさ足運べてるだけいいじゃんその人たち、はい、素質あるよ、はい、うん、それ続けていけばっていう感じっすけどね。ライブか確かにでも気持ちは同じかもよ、はい、俺もだってここでやるときはエンジニアだけど、はい、ライブのつもりでやるからね、はい、バチバチかましてやんぞって思うけど、はい、よくよく考えたらかますの俺じゃねえじゃん、はい、スタジオだから、はいはいはい、でもやっぱそう伝えたいし、はい、まあそうですよね、うん、同じだと思います。同じだと思うけどね、はい、うん、伝わんねえことにイライラしたりとか、はい、変なこと言われたりとか、はい、あるけど、はい、まあ、実際も気になんねえし、はい、急にまとまっちゃったけど、やるだけ、はい、はい、やるだけ、やるだけですかね、はい、やるだけですね、はい、ただひたすら、うん、はい、作品作って、そう思うね、作品出して、うん、はい、うん、やるだけです、ね、ライブか、